今土地がですね、値段が全国でもトップ10に2箇所入っている、非常に土地の値段が上がっているわけなんですよね。それなぜかというと今福岡の注目度は非常に高くなっているからあるわけです。特に空港線の周りに非常にその、人気が集中をしている。ご承知の通り福岡市というのはですね、空港が世界でも指折りに3本の指に入るぐらい空港が便利なところにあるわけです。そしてヨーロッパとの直行便、今20路線直行便でアジアとしてつながっているわけですね。そしてそんな福岡市、来週歴史的なことがあるんです。それは来週いよいよヨーロッパ直行便ができるわけです。 KLM オランダ航空でヨーロッパに直行便ができるわけです。で、そうしたですね、非常に、便利で、そしてまた福岡というのは工場がたくさんあるとしてはありません。非常に昔からこの博多という土地はですね、文化が生まれていろんな音楽とか芸能が生まれた場所であります。そして現在では映画、アニメーション、音楽、それから IT、アプリケーション、ありとあらゆるですね、分野のクリエイティブ産業が非常に福岡は集積している。もちろんゲームというものは非常に全国でも有名なメーカーが集積しているのがこの福岡でございます。そのこれからの日本の経済を引っ張っていく、そうした可能性のあるクリエイティブ産業を福岡として大きくこれから投資をしていこうということで、去年からいろんな取り組みを進めております。そして今回この3日間は特にクリエイターの皆さんに集まっていただいて、クリエイターのですね、まさに中心地としての福岡の発信というものをこれからしていこう、そんな集いがあっているわけでございます。これから、国際都市福岡、としてですね、クリエイティブ都市福岡をテーマにして、今回いろいろと皆様には講師の皆様をお迎えしてですね、そして福岡の可能性についていろいろと語っていただいたわけでございます。でこの度、壇上で語っていただいていろんなことはですね、これからの福岡の施策にもぜひ反映させていきたいというふうに思っています。そしてもう一つ皆様に今日はですね、お伝えをすることは、福岡市にとって非常に大きなまたチャンスがやってきたわけでございます。嬉しいお知らせです。この度ですね、福岡市とそしてイギリスのテックシティとの間で相互交流に関する覚書 MOU の締結をの協議が整って、今日この場で調印式を行うことができるようになりました。まさに来週にはですね、KLM オランダ航空直行便ができる、このタイミングにまさに合わせる形でですね、イギリステックシティと福岡市がこうした調印を行うということはですね、非常に機を得たりということで、大変実効性にも期待をされるわけでございます。今日はイギリス大使のキムシー・マーク・ヒッチンズ閣下にご臨席いただいておりますので、皆様にご紹介を申し上げたいと思います。テックシティとはデイビッド・キャメロン首相が発表したハイテクセンター構想でして、ロンドン市内のイーストエンド地区にすでに700社ほどが集積をしているというふうに伺っております。で今回のこの覚書はロンドンのテックシティが、連携をして企業進出、それから広報などの面で相互に協力をしていくというものでございまして、双方にとっても大変意義の深いものだろうというふうに思っております。後ほどこの調印式の方はさせていただきます。これから福岡市のたくさんの企業がですね、この福岡市の大きな後押しと、それからテックシティとのこの MOU を背景にしてですね、ぜひチャレンジングな企業がヨーロッパ市場にもこれからどんどん出てきていただいて、そしてまたテックシティの素晴らしい企業の皆様とですね、福岡の企業の皆様が一緒になって、また新しくクリエイティブなイノベーションも、アジアとヨーロッパのイノベーションをですね、ぜひこれをきっかけに起こしていただきたいなというふうに希望する次第でございます。今日お集まりいただきましたクリエイティブ産業に関連のある皆様方の協力を得ながらですね、福岡がクリエイティブ都市福岡、日本の中心として、そしてまたアジアの中心としてですね、クリエイティブ産業の集積発展にこれからつながります。